神田葉月です。そしてはい、リリカルリリー春日春奈役新田真似です。そしてはい、白鳥くるみ役深川るかです。はい、竹下美子役の渡瀬ゆずきです。はい、ということで今週も始まりました。やったー、1週間空いたんだってね。そうだね、お久しぶり。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、ということでですね、毎回お芝居を2本立てでお送りしておりますこの番組。はい、前半は D4DJ ネタ、そして後半はヴァンガードネタをテーマにお芝居をお届けしております、うん、それでは早速 D4DJ ネタのお芝居を見ていただきましょう。それではご覧いただいてよろしくて、よろしくってよ。 DJ をテーマに仕掛けるメディアミックスプロジェクト D4DJ。 この番組は D4DJ のユニットの一つリリカルリリーが挑む新感覚シチュエーションコメディ D4DJ& カードファイトヴァンガードプレゼンツ。23時にリリカルリリーハウスでよろしくて。D4DJ ピーキーピーキーのファーストアルバムが発売。新曲を含む全11曲を収録。 A バージョンには今年1月に開催されたリンクスアイズとの合同ライブ Higher & Higher からピーキーピーキーのライブパートが。 B バージョンにはアルバム収録楽曲のノンストップミックスも収録。マスターピース9月7日発売。私たちの最高の音楽についてこれる。ブシロード15周年記念ライブ、大きい会場に出演者もいっぱい、見逃せないよ。11月13日ベルーナドームに集合。 D4DJ プロジェクトよりコールオブアルテミスのファーストシングルがついに発売。コールオブアルテミスファーストシングル Do the Dive 好評発売中。私たちの音楽君に届けたい。呼ばれてる。何で呼ばれてるわ。あら、何呼ばれてるってんだい。誰に呼ばれてるってんだい。誰に呼ばれてない。みんな番組の MC の練習をしよう。急だけども。 MC？ うん、そうだよ。ヴァンガードプレゼンツでしょ。うん、ね、やってるよ。やってる。甘い甘い甘いわ。甘ねだけに甘ねだけに甘ねだけに甘ねす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 だわ。これリリカルリリーとしてこれからいろんな経験をしていかないといけないんじゃない。なるほどね。で、4人いっぱい成長していかないといけないということで、ちょっと MC の練習をしていきたいと思うんだけども。確かにね、将来的にはやりたいでしょ。じゃあちょっと先に MC やりたい人。じゃあ、おっ、いいよいいよ、経験者、行っちゃおうじゃん。行きまーす。行きまーす。行っちゃって行きまーす。あ、いい、なめらか。なめらか。涼しいだ。なんで UFO 特番をやってみよう。ごめんだね。なんでなんで選ばれたのが UFO 特番なのかがわからない。私さ、てっきり歌番組とかさ、バラエティ番組とかさ、なんか今日のゲストさん。そう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 、ね、サングラスかけてさ、ね、そういうのと、今夜のゲストはって言われたよ。それね、あのたびにガラ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 バンって出るやつ。全然違うんだけど。そっか、UFO 特番なんだ。まあ、いつ来るかわかんないから。そうよ、まあ、いつ来るかおかしくないよ。だってシャドピーも UFO 乗ってたじゃん。そうだよ、ジェミクでね。そうだよ、確かに。やろう、じゃあやっていこう。じゃあ皆さん整いましたか。はい、大丈夫です。いけますよ。では行きます。本番3、2、新ドラマで UFO スペシャル第1弾緊急、ついに宇宙人とのコンタクトが始まった。そんな盛り上がりやつ。新藤さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回、急遽番組を生放送でね、行うことになったいきさつを教えていただけますか。はい、そちらがですね、はい、あ、そこそうなんですね。もちろんカードに書いてありまして。カードに書いてある。はい、実は今夜宇宙人との接触が実現します。え、宇宙人に会えるんですか。会えちゃうんです。今ある地点で宇宙人とのコンタクトを試みています。そんな、日本で、今の日本で宇宙人に会えると。そうなんです。ということで、では早速現場を呼んでみましょう。神田特派員。はい、こちら宇宙人とコンタクトを試みております現場です。その神田特派員、宇宙人は現れたでしょうか。はい、うんうん、少々お待ちください。はい、ちょっと今中継なんでね、ちょっとあの、はい、ラグが発生してるようなんですけれども。そうですね。あ、
すいません、今つながりました。お願いします。ですね、今ですね、宇田川特派員が、特殊なステッキを使ってですね宇宙人とのコンタクトを試みております。どうやってんのか。リリカル、リリカル、リリリリル。大丈夫、噛んだよな、今。あ、なんか宇宙人じゃないですか。これですね、リリカル、リリカル。ちなみに進藤さん、これはあの、はい、宇宙人を呼ぶ手段なんですかね、さっきのは。そうですね、ちょっと今日調子が悪いかもしれない。やれば多分現れると確信はしているんです。そうなんですね、はい、その自信にはどういった理由があるんですかね。はい、こちらがですね、こちらもカードに書いてあります。こちらですね、はい、あの実は我々は、はい、宇宙人と遭遇した人物の取材に成功しました。え、そうなんです。その時の VTR がございますので、今回はね、吹き替えもついておりますので皆さんご覧ください。どうぞ。我々は宇宙人に遭遇した人物に会うためすぐさまテキサス州へ向かった。そしてその人物に話を聞いた。何だ、何だ、何だ、何だ。いやー、びっくりしただよ。夕方頃ね、夕方頃、東の空がね、なんかピカって光ったかと思ったら、みるみるうちに光る円盤が近づいてきてからな。そしたらその円盤から宇宙人が降りてきたんじゃよ。なあ、ばあさん。なんなあ、ちょっとなんか、あれ、あ、ここで速報です。速報です。生中継、VTR の途中なんですけれども、中継の現場に動きがあったようです。田中会員、田中会員。はい、少々お待ちください。あ、はい、まあ、ちょっとまた録画ね、中継なの で、 そうです、ね、すいません、今つながりました。お願いします。ですね、先ほどですね、はい、東の空の方に、ような光を感じました。今も、UFO を呼ぶために、作業が続けられております。作業、リリカル、リリカル、まだやっております。まだやっておりますよ。すげーな、すごいな。見えますね、リリカル、リリカル、リリカル。感じられるな、これは。来るんでしょうね。あれ、お、ちょっとあれは何ですか。タナトバイン、どうしましたか。遠くにですね、光の円盤のようなものが。え、こちらどのように動いてますか。そうですね、不規則に動いております。これは UFO ということですかね、進藤さん。そうですね、あ、気をつけてくださいね、タナトバイン、現れますよ、ジュニが。うわぁ、なんだこの光が。大丈夫ですか、ね、タナトバイン。我々は宇宙人です。ちっちゃい皆さん、こんばんは。いや、あんたが宇宙人だったのかい。はい、終了。はい、皆さん戻ってきてください。聞いてよ、これさ、光り方さ、ちょっと見せてやる。3種類あるの。素敵。似合いすぎでしょ。似合ってるよね。つこうのからもうこれつけようかな。ね、次回から使えるよ、ちなみに言うと。私だけそういうのないから。確かにね、アイテムがないから。これやろうとしたんだけど、なんかできなくて。あ、なんか手の。あ、やばいやばい。ちょっとね、ちょっとね、楽しい宇宙人になっちゃった。ね、破天荒宇宙人になっちゃった。破天荒宇宙人だけど。まあまあ、でも、MC になれたんじゃない。そうね。ね、すごく上手だった。ありがとうございます。UFO の専門。じゃあもう、これで UFO 特番できちゃうね。そうですね、いつでも呼んでください。ベッドでね、出れますもんね。ステッキでね、呼びますね。おじいさんもできますし、おばさんもできます。はい、できるので、ぜひ呼んでください。はい、呼んでください。ということで、今回のお芝居はこんな感じで、よろしくて、よろしくってよ。本当に多分今回はその2人がむちゃくちゃ移動を頑張ってくれた、うん、そうだね。そう、もう私たちがさ、ここで話してる時さ、ずっとバタバタって。そうそうそう、超下だ下だ、上だ上だ上だ。でも休む暇もなく、じいさんとばあさんをやらない。そう、ね、ばあさん喋った。ばあさん喋ったよ。だんだん一応ね、喋ってました、うん、大好きすぎる。いい、ね、大好き、これ面白い。それでは続いてヴァンガードネタのお芝居を見ていただきましょう。ご覧いただいてよろしくて、よろしくってよ。この子かわいい、キラキラしてる。うん、あ、すごい譜面台なんか持っちゃって、音楽が好きな子なんだね。どうした？あのさ、あのママネスにね、うん、ママネス、そう、ママネスに手紙を書いたさ。おー、そう、だからさ、ちょっとチェックしてもらいたいななんて思って。そんな、そんな、いいじゃん、しよう、あぶね、いい感じ。でもなんかそういうのってさ、なんか自分の言葉でいいと思うんだけど。いや、違うんだよ、あのね、理由があってだな。そうそうそう、なんだ、なんだ。あの、最近ヴァンガードやってるからさ、漢字の読み方がヴァンガード読みになってるのよ。
漫画の読み。そう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 、あのよかったらこれ読んでチェックしてもらえると。じゃあいい、うん、いくよ、うん、お母さんへいつもありがとう。感謝の気持ちを直接伝えるのは恥ずかしいから手紙に書こうと思います。あ、めっちゃいいじゃない。始まりめっちゃいいね。もうこの時点でちょっと泣きそうになってるけど、うんうん、めっちゃいいと思う。めちゃくちゃいい、うん、ね。じゃあちょっと続き読むね、うんうん、私が思春期で反抗期を迎えた頃。え、あまちゃんにも反抗期あった？あ、まあまあ、まあ、あらまあね、わかるわかる。はずきもあった。まあ、私もあった。あるね。あるある、うん、あるよ。え、続き続き、OK、続きね、うん、何か気に入らないことがあればすぐ抵抗し、懲罰した時もお母さんは私のことを見捨てず、守護者として優しく見守ってくれましたね。なんかちょっと大げさじゃない？守護、お母さんの守護者ってなんか分からないんだけど。懲罰したの？懲罰？いやいやいや、読み方が違うの。読み方が違う。読み方が違う。読んであげるよ。ああ、お願い。え？ありがとう。私が思春期で反抗期を迎えた頃、うん、何か気に入らないことがあれば、うん、すぐレジストし、うん、バーストしてた時も、お母さんは私のことを見捨てず、センチネルとして優しく見守ってくれましたね。ってなる。センチネル。そう、守護者って読んでる。センチネル。センチネルって読むの？それ。懲罰もバーストだし、抵抗もレジスト。そういうこと。これがヴァンガード読み？いや。なるほどね。なるほど。じゃあ続き。じゃあ渡せちゃう。あ、いいの？うん。またある日の刻夜、記述で儀式したことで亡霊となって解きかけしてしまった私をお母さんは救援してくれます。待って、アマちゃん何があったの？アマちゃん何したの？違うよ。読み方が違う。え？なんか全くわかんないけど。ね、解きかけとかもはや映画の略称みたいになっちゃった。なんか違うよ。違うの？違うよ。え、ちょ、これだってあれ聞けば、うん、あーってなるから読むよ。またある日のダークナイト、マギアでリチュアルしたことでフォローとなってタイムリープしてしまった私をお母さんはレスキューしてくれました。ちょっと待ってもらっていい？タイムリープ？タイムリープ、ね、解きかけって書いてタイムリープだ、ね、そうやって読むんだ。そう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 、それ確かに読めない。そうなのよ、ね、なだってそのお母さんびっくりしちゃうよ。そんないやいや、もうですびっくりよ。なるほど。もうちょ、まあ、続き、うん、続き、まだあるね、続きチェックするからね、うんうん、お願いお願い。私がピンチな時には、うん、お母さんはいつだって闘魂して、うん、私と、突撃してくれます。そう、私とお母さんは強い結束なのです。あ、違う違う、ね、お母さんと一緒に戦ったの？違うんだよ。どういう突撃したの？聞けばわかるって。あ、わかるのかな。行くよ。私がピンチな時には、うん、お母さんはいつだってラッシュして私とチャージしてくれます。そう、私とママネスは強いユナイトなのです。おむずい。okay、いや、むずいね。むずい。ちょっとね、難しい、うん、なんか下手な和訳みたいになってるけど。でもなんとなくそのブロックは、うん、なんとなく意味が分かった。ほんと？なんかそうね、うん、なんとなくね、ほんとなんとなく、なんとなく、うん、分かんないけど、親子の絆みたいなのがね。そうそうそう、うん、あ、じゃあさ、最後のこれも読んでほしい。え、いいんですか、ここ、うん、これからも私は声優として勇敢かつ全力して一つずつ達成していくことで開花したいと思っているので応援よろしくね、ママネス。なんか、いや、本当になんか下手な和訳みたいな。違う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 。え、だから、うん、行く、うん、これからも私は声優としてブレイブかつパワフルして一つずつサクセスしていくことでブルームしたいと思っているので応援よろしくね、ママネスってことです。おー、OK。これがヴァンガード読み？そう。ねえ、なんか OK かって言われるとあれだけど、さすがにママネスわかるかな？わかんないかな？ごきげんよう。なんだか3人で楽しそうですね。あら、ごきげんよう。ごきげんよう。ちょっと、どうしたの？大変なのよ。どうしたの？そうなのさ。ちょっと、呼ばれてる。あ、本当だ。私はすごい思うのに。どうした？あ、じゃあ、うん、ルカルンがヴァンガード読みできるか試してみよう。いいね、前と同じでね。でも、ルカちゃんは読めるっ
って読める、読めない2人がおかしいだ、じゃあさ、この手紙をさ読んでもらおうよ。あ、そうだね、これさ、あまちゃんがあのお母さんに向けて書いた手紙らしいんだけど、そう、おばちゃんなら読んでくれるよ。ママネス、いつもありがとう。感謝の気持ちを直接伝えるのは恥ずかしいから手紙に書こうと思います、うん、いいね、まだまだ。私が思春期で反抗期を迎えた頃、何か気に入らないことがあればすぐレジストし、バーストしてた時もお母さん私のことを見捨てず、センチネルとして優しく見守ってくれましたね。またある日のダークナイト、マギアでリチュアルしたことでフォローとなってタイムリープしてしまった私をお母さんはレスキューしてくれました。いい話だ。泣いてる、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 泣いてる。私がピンチな時にはお母さんはいつだってラッシュして私とチャージしてくれます。そう、私とお母さんは強いユナイトなのです。これからも私は声優としてブレイブかつパワフルして一つずつサクセスしていくことでブルームしたいと思っているので、応援よろしくね、ママネス。いい話じゃない、あんた。いい話、読めない、読めてる、すごい、いい話。100点満点で、ね、振り仮名とか振ってあったっけ。ないよね、ないよ。いや、ママネス泣いちゃうよこれ。本当、よかった。すごい、夜ご飯豪華になるよこれ読んだら。そこまで刺さる、刺さる。やっぱ高校生だからなんかな。いや、高校生すごいね。そうだよね、ヴァンガード読み完璧だね。ね、完璧だ。ヴァンガード読みって何。え、これ普通に読んだだけなんだけど。普通に読んだだけ。素直に読んだ。そうだよ。やっどう、え、読めなかった、もしかして。読めそうだよ、そうだよ。なんかタイムリップしてね、ね、うん、中女と次女ですよ。うんうん、読めるの決まってる、センチネルに決まってるでしょ。そうだね、そうですよ。はい、終了。はい、ということで、ほっこりな話かと思いきや、うん、ね、よくわかりませんでしたね。よくわかりませんが。でもさ、なんか本当に私のお母さんぽかった。あ、本当に実際である内容が、うん、ぽいな。ぽいな、だったって思ったよ。ほんと、じゃあ今度、ママネス会った時、そうね、センチネルさんって、ね、確かにちょっとさ、コロコロなの。そう、アマちゃんのセンチネルさん。そう、お疲れ様です。お疲れ様です。あい言葉をさ、ヴァンガード読みにしてさ、メモしてさ、確かにそのまま読もうよ。ちょっとやりたくなってきた。はい、ということで、ヴァンガード読みいろいろ言ってきましたけど、うん、今回のお芝居はこんな感じでよろしくて。よろしくってよ。フォトン名言のファーストアルバムが登場。 A バージョン、 B バージョンの2形態での発売。フォトン名言ファーストアルバム For Phenomena 発売中。あなたには何色に映りますか。カードファイト、ヴァンガード。今年の夏も楽しかったね。夏の思い出、一緒に振り返ろう。リカルモノステリオ、夏の思い出、後ろード。ヴァイス・シュヴァルツ、アニメ「プリンセス・コネクト・リダイブ」がヴァイス・シュヴァルツに再び。もう一度君とつながる物語、ブースターパックアニメ「プリンセス・コネクト・リダイブ」シーズン2。ヴァイス・シュヴァルツ、5つ子をめぐるラブストーリーをヴァイス・シュヴァルツでもう一度。ブースターパック映画「五等分の花嫁」、ブシロード。グルミッククイーンに挑戦。はい、ということで、グルミッククイーンのルカちゃんに、チャレンジするこの企画なんですけども、前回アマちゃんがプレイして、アマちゃんの得点が、うん、138,973 点というね、高得点ですよ、すごい、さすがということで、うん、続いてはですね、ルカちゃんお願いします。はい、じゃあ前回と一緒にライム畑やります。エキスパートね、うん、でも本当に同じレベルでの勝負ですね。じゃあやりますね、はい、じゃあグルミククイーンルカちゃんのグルミクスタート。お楽しみの時間だよ。お楽しみの時間だよ。だ、お楽しみの時間だってよ。お楽しみの時間だよ。似てるわ、ちょっと似てるかもしれない。お楽しみの時間だよ。お楽しみの時間だよ。ルカちゃん、今日の朝何食べたの。ルカちゃんおにぎりだよ。元気、元気だよ。何のおにぎり、何時に起きた。7時半とか。
トマトジュース好き？嫌い。なんで？トマトジュースの好きなところ教えて。嫌いって言ってたのに。嫌いって言ったんだよ。なんで？野菜が苦手です、そもそも。野菜のどこが好き？もっとさ、野菜を愛そうぜ。枝豆とか好きだよ。あ、枝豆食べたね。ステージか野菜な、うんうん、あ、枝豆食べたね。うん、食べたね。枝豆食べたよね、ルカちゃん。うん、食べたね。それ多分忘れてたよね。みんなでさ、食べ方が近くってさ。そう、ね、そう、うん、じゃあ問題、ルカちゃん、私はどういう風に食べていたでしょう、ね、トマトジュースの好きなところも一緒に教えて。加速でお願いします。あとさ、そうめんも食べたくなってきたじゃん。そうめん好き、ね、どんどん書いていくよ。そうめんは好きだよ。好き、うん、ちょっとゆちゃんのさ、枝豆の食べ方めっちゃ気になるんだけど。なんか口に入れて一気に全部食べるとかじゃなかったっけ。うわ、正解。すごいわ、すごい。聞いてるわ、ちゃんと。正解だわ。トマトジュースのいいところは栄養素が取れるところです。あー、ありがとう。ちゃんと答えてるわ。ありがとう。そんなトマトジュース今度あげるね。あー、ありがとう。震えてた、震えてた、今震えてた、声が震えてた、すごい。あー、ありがとう。震えてた。トマトジュース食べようや。食べるんだ、食べるんだ。トマトジュース、あ、トマトジュース食べよう。トマトジュース食べよう。すごい、昆布続いてるよ。やばい、早いね。私さ、ゆっくりさんだからさ、うん、そう、このライム畑で捕まえては今あるこのリリカルアンソロジーのね、アルバム曲に入っておりますけども、はい、はい、皆さん聞いていただけましたか。こちら A バージョン、はい、こちらが B バージョンですね、はい、ということで A バージョンにはね、ライブ映像が入っております。そう、はい、見ていただけました。ルカちゃん、 A バージョンどうだった。素敵だった。素敵だった。見た、終わった。すごい、終わった。素晴らしい。こんなに邪魔したのに、褒めて差し上げます。おー、ね、あ、うん、あら、チャーハルが褒めてくれたよ。褒めて差し上げます。褒めてくれた、嬉しい。ありがとう、チャーハル。チャーハル、これ気になる得点は、お、いい勝負。ということで、ルカちゃんの得点は、139,837点ということで、僅差でしたが、勝者はルカちゃん。1200ぐらい、うん、そうだね。いや、いい勝負だよ。ねえ、いつもいつもさ、なんかさ、ギリギリの僅差だからさ、本当にヒヤヒヤするんだよ。そうね、本当に上手なお二人だからさ。いやいやいや、うん、なんか見てて楽しかったね。ね、楽しかった。やっぱできる人だね。カード、あれ待って、これさ、グルミクのさ、流れってカードあったっけ。あるよ。あるんだ。あるんだ。そうなんだ。来るか分かんないんだ。あるんだってんだよ。あれ、何、何て書いてあるの。ぶっちぎりで負けを認めて、手書きだぜ。思いついたんだろうね。今思いついたんだな。じゃあ、何それってか。なんか出てきたよ、袋から。待って、残してたの。そのままじゃない。なんでしょ、残してたの。これ、え、フォトン TV のやつだよな。美味しくないか。美味しいよ。美味しいな。マジかよ。トイプードル。最大、ね、最大、え、私お嬢様校じゃないの、バレてんの。そう、またまた、なんか年始以来だよ。思い出すね、あの、ちゃうよ。ということで、セットが完了しましたということで、はい、お呼びしたいと思います。あまちゃん、ブルン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 、任せたまえ。ブルンブルン、じゃあ葉月迎えに来たぜ。マジか、葉月も、あ、やばい。じゃあそのままアマちゃんのぶっちぎりで負けを認めるまで、3、2、1、お前にはぶっちぎりで負けたぜ。さあ葉月帰るぞ、乗れ。ありがとう。よし、ブルン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 、パラリラパラリラ。付き合ってた。付き合ってた。とばっちりがすごい。すごい。とばっちりがすごいけど似合いすぎよ。似合ってる。やった。似合ってるし、なんかね、すごいしっかりしてる気だった。さっきさ、扉をさ、ちゃんとお尻を向けずにさ、それ固めてしまってさ、すごい礼儀のあるヤンキーだった。いい人なんだろうね。元はいい人なんだ、きっと。では、こんなん合唱コンクールとか超真面目にやっちゃう。ああ、ちゃんと声出すタイプの。ね、そう、卒業式泣くタイプだね。あ、本当だ。みんなありがとう。すげえけどな、ね、いい感じ、いい感じ。
似合ってる、うん、じゃあこれで潮干狩り行ってくるわ。いいじゃん、行こう行こう行こう、みんなで、ね、潮干狩りしてくる、連れてって、うんね、連れてってみんなでみんなで潮干狩りに行こう。こっち見ブルン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 こっち見てくさあ、開けていきましょう。開けていこう。あ、いいよ。あ、あ、大当たりが引いた時にもらえあの使えるやつ。ちゃんとあるのだ。じゃあ皆さんどうぞ。え、これ私たちも開けていいの？いいよ、よっと開けたい。みんなで開けよう。私じゃあここにしよう。じゃあこれよいしょ。みんな開け方が一緒になったね。はい、一緒になった。学んできたよ。あれ、一人だけ上だったな。ほうほうほう。わー、うーん、ちゃん、どうぞ。ふんふんふん。お、出た、なんか。お、え、はにゃエスピード。はねこと先生、はねこと先生。大好きだからね。名前を叫んじゃうんだ。いいな。いいね。このまま持ち帰ります。どうぞ開けちゃうもんね。開けちゃうもんね。可愛いな。開けちゃうもんね。9月東京有明アリーナにてバンドリテンスライブ4 days が開催。Day 1ロゼリア、ゾンネンシャイン。Day 2モルフォニカ、リバーブレーション。デイ3ポッピンパーティー、ポッピンポッピンドリーミン。デイ4レイザー水田、ソウルロア。ライブビューイングの一般販売も9月8日からスタート。キラキラドキドキがいっぱいの4日間。詳細は公式ホームページをチェック。ポッピンパーティー、夏に閉じ込めて8月31日発売。ブルーレイ付き生産限定版には劇場版バンドリポッピンドリーム、カスミとタエの放課後居残りツアーを収録。大好きだよ。モルフォニカ5枚目のシングルがリリースされます。ブルーレイ付き生産限定版にはアニメバンドリモルフォニケーション本編とサウンドトラックを収録。夜べのサニーサニー9月14日発売。